そうか、このシステムでしたね。そうか、そうか、そうか。眩しい、こっち。本当にいい天気。なんかあれですね、走ってる人、困っちゃいますよね。まあでも仕方がないですね、仕方がないことはないけど。うわ皆さんこんにちは、星崎拓です。藤田茜です。はい、いやいい天気、うん、暑い。そうですね、なんかこれ着てきてちょうどよかったんですけど、はい、今は暑い。そうごめんなさい、こんなにガン見して何ですか、確かに本当に、あんま見ないので。そうですね、そのバリバリのメイクというか、その目元がめっすげえ可愛い狂撃みたいでさ。狂撃あの孫悟空ね、ジャンジャンジャンね。4回しか見てないでしょ、4回目だから。そうですね、そうですよ、そうですね、はい、もうその4枚目の円盤、円盤って言い方しちゃった。あ、まあその DVD 時期もありましたが、はい、まあ、ブルーレイですかでございますけれどもね、ということで北海道、はい、残り別ね、うん、静岡、伊豆、はい、栃木、日光、はい、回ってまいりましたけどもですね、うん、満を持してと言いますか、はい、うん、ここ4回まで待つほどのもんではないんですけども、我が町、故郷ですね、神戸に、神戸、うん、はい、やってまいりまして、ここはメリケンパークというところですね、うん、聞いたことある名前だけ。そうなんです、うん、あのメリケン、アメリカン、アメリカン、そういう意味なんだ。このそうです、はいはいはい、この曲自体が登らないです、大丈夫です。これね、これね、はい、これ登んなってことね。でもすごいこれが人気ですよね。だからこれもう女子高生がめちゃめちゃ写真撮ってた。あ、そう、写真撮ってた。そして俺が小学生だったら登るなと言われても登りたくなってた気がする。そうですね、穴の間から顔出したいなって思いますけど、やりたいな、ね、やっちゃいけませんからね、はい、大事にしてくださいって看板もありますから、ね、そこに。そうなんですよね、さあ、はい、我々、はい、完璧に睡眠に失敗しました。睡眠ガチャ失敗でしたね、はい、はい、あのそう、睡眠ってガチャなんですよね。そうです、眠れる時もあれば眠れない時もある。そうなんです、当たりも外れもある。そうなんで、2人がたまたまガチャ失敗しておりましてですね、はい、寝不足のまま、神戸を、はい、満喫しようと思ってますよ。そうですね、でも私意外に元気です。俺も多分ね、そのうち元気になる。あ、本当ですか。と思います。わかりました。とりあえず1回落ち着いて、落ち着いたら薬を飲みます、はい。原因が睡眠以外のところにあるような気がするんですけど、大丈夫ですか。止まっちゃった音止まっちゃったから、イエーイの退院か分かんない。まあ分かんないですけど、もうちょっと喋っても大丈夫な気がする。そう、俺もね、さっきなんかそんな感じがした、はい、はい、あ、まあいろいろとその僕の思い出深いところ、うん、一つも知らないところ、そうですね、などなどを今日巡って、はい、行きたいと思っておりますので、はいはい、美味しいものも食べられそうな気がしています。逆に言うとね、もう今日なんかメイン美味しいものですよ。そう、すごいいっぱい食事、食事、ね、その早めの昼食、食事ってなって、早めの昼食の意味あるか。いや、スタッフさんが食べなきゃいけないからそうだけどと思って。そうなんですよね、私たちお腹いっぱいに夜なってるかもしれません。まあでも頑張りましょう、うん、寝不足でも頑張って胃液だけは出していこう、はい、そうですね、消化はしましょう医師の力で胃液だけは出していこうですね、っやっていきたいと思いますよ。なので、はい、あれ、お、なんだなんだ、まだまだもうちょっとありますよ。もうあれですよね、昨日来てどっか行ったりしました、はい、そう、うん、そうですね、うん、とりあえずもっこそラーメン食っといて。お、あらあら、なぜなら今日もっこそラーメンを食うそのないですね、そうルートがないのですね、はい、そうもっこそラーメンだけ食って、うんうんうん、でも昨日僕寝不足だったし、でもほんと寝てないまま新幹線で来て、もうフラフラのままもっこそラーメンだけ食って新幹線で寝なかったんですか。新幹線で寝れないんですよ、一応宿題があります、読まなきゃいけない本とかあります。はいはいはい、大変仕事してたんですね。いろいろ大変なの。私も昨日来ましたけど、うん、そんなに特に回りもせず、だってから聞いたら割と早めに着いて。そうなんですよ、うん、はい、割とその時間にホテルに着いて、うん、特にどこも行かずに、うん、寝不足って相当だなって。そうですね、うん、なんか僕が言うのもなんですけど、タコ飯だけ食べて、はい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 、でそのままぼーっとしてたら夜になってました。そうか、はい、もはや明け方みたいな感じ。そうですね、そう、僕もその悪夢で目が覚めて、はい、時計見たらまだ40分ぐらいしか経ってないみたいな。やだ、怖い。そんな神戸、うん、大事。大丈夫ですか。分かんないです。その途中で今日あの初の、はい、この、映像、うんうん、初のギブアップがあるかもしれません。それはなかなかですね、うん、一人でやらなきゃいけなくなっちゃう。そうですね、僕がギブって言ったら、そのなんか
何日後なんてスポッチャで暴れてる我々2人の映像なんでロケ一旦やめて。あ、すごい鳥目に入っちゃった。あ、鳥だ鳥だ、すごいめちゃめちゃなんかその本当だ飛蚊症かなと思ったら鳥だったすごい視界の隅に黒いもの入ってるからなんだろうと思ったら訓練されたみたいに綺麗、すごいですね、綺麗にね、青いぞ、もう天気がめちゃめちゃいいの。そうなんです、そのもう本当に悲しいから反比例するからよ本当に天気だけはもうやたらといい、身体以外のコンディション完璧だからめちゃめちゃ楽しくいけると思います。あとはもう我々次第ですよ、はい、もう頑張りましょ う、もう家を待ってるような状態ですけど、こんな長い曲だったっけって思ってますよ、意外にイエーイはい、改めましてブルーレイで2度目の鷲崎岳でございますよ。はい、同じくブルーレイで2度目の藤田茜です。はい、改めまして、うん、今回は鷲崎さんの地元、うん、神戸にやってまいりました。色言う必要ありますかね、別にそのテレビじゃないんだからそのここからチャンネル回したみたいな人もいないと思うんですけどね。まあまあまあ、そのラジオの形式をのっとってねやっていますから、はい、ねえ、さあまあ本当に天気が良くてね、ねえ、キラキラですね。そうなんですよ、すあのフェリーみたいなのがそうそうドカンと止まってるのって我々神戸の人間は、うん、あれあこの光景自体は割とベタなんですけども、あ、そうなんですね、サンフラワー号とかでっかいフェリーがドカンって止まってる海、はいはいはい、っていうのはなんかひょっとしてあまり見ないかもしれない。見ないです、あの、うん、私にとっての海沿いの町、うん、漁港なんですよ。あ、そうかそうかそうかそうそう、だからあんまりこういうタイプの港は、はい、そうですね、 水揚げは一つもされないんでですよね一応なんか、はい、漁船も出ていらっしゃるのかしらという感じはなんかするんですけど、トロ箱並んだりはしないので。あ、そうですよねなんか地引き網する系のところしか知らないので。そうなんです、割とこういうなんかねタンカーみたいなのがあったりとか、うん、そういう港は全然初めて、ねめまして、そもそも神戸初めましてなる多分。あ、神戸初ですか。兵庫県来たことなかったかもしれない。うわ、これはこれは大変失礼いたしましたいいえ、あ、そうですかそうですか、はい、初神戸。そうなんです、多分変な景色でしょう、その、うん、ビルとかがなんか昔の漫画家が考えた未来みたいな、あっちとか。そう、あのね、あっちなんかね、うんうん、NHK の代々 NHK じゃないや、あの NTT の代々木のビルいっぱいあるみたいな感じちょっとするなんかね東京的に言うとね、改めて見ると不思議なんですよね。そう、形が不思議な建造物がなんか、うん、で、あれ、あの白いのあの網の、はいはいはい、あれが今はもうホールじゃないですけど、昔フィッシュダンスホールって言って、うん、あのね、上の角度的にこっからだと あれがそうだよね、なんかね、魚がピチってこう跳ねてるみたいな形になってて、フィッシュダンスって言われてて、でその下横はホールで昔はその音楽イベントとかやってフィッシュダンスホールでやれたんですよ。うん、ですね、はいはいはい、で、うん、すぐそこ山でね、はい、すぐそこ山、あ、そうですね、でここが海だから、こっち見てると海だなと思いますけど、うんうんうん、こう見るとあ山のほとりだなって感じ、はいはいはい、山のふもとに来たなっていう感じ。確かに、そう、めちゃめちゃ狭い山と海のめちゃめちゃ狭い間の中で、うんうんうん、細長く神戸という町が出来上がってるんですね。なんか新神戸で降りた時も、うん、ちょっと伊豆の新幹線駅みたいだなって思ったんですよ。山に無理やり駅作ったみたいな感じで、なんかその、うん、ずって山があって、うんうんうん、でちょっと来たらやっぱ海があってっていうのがちょっと似てるかもなと思いました。不思議な感じで、その中で、阪急、JR 阪神っていう3つの、はいはい、電車がですね、どれも、南北に走って、あ、違う、東西に走ってるのか、こっちか、東西に走って、で、北を向けば山なんで、 うん、こういう移動は、南北移動はバスとか、あー多いですね、なんか、はいはい、確かに僕はそういう街で、うん、楽しそう本当になんか修学旅行とかで来たりするんでしょう ね修学旅行生が神戸が来て何するんだって俺は昔思ってたんですよ、ね、でも今思うと、うん、あ、修学旅行で神戸来たことない人は神戸来るのは楽しいのかもな、うん、と思います、はい、美味しいものも多いし、はい、今回神戸ロケなんで私もその、はい、六甲 T シャツ、はいはい、本当は阪急 JR 阪神って電車が乗ってる T シャツもあったんですけども、はいはい、うん、今回はちょっと六甲 T シャツ、六甲 T シャツしてみました、はい、イノシシさんがいる、ね、本当にね、イノシシマジ降りてくるの、こんなのが、いや、こう、ちょっとじゃあ危ない、 いや、めちゃめちゃマジ危ねえ。そうなんですね、はい、六甲さん、まあ、昔はもうそのなんかニュースになりましたけど、今日もうニュースにすらならない、珍しくない、うんですね、さあということでございます、はい、あ、100回記念の20万円の行方もあります。あ、そうですね、今回うん使いましょうね、ね、手つけていい金なのかなっていう、その
大丈夫。綺麗な彼なのかってまず問題がありますよ。綺麗だと思う多分信じてる、ね、信じてる、そう、うん、俺らだったら信じたい。ただ信じさせるだけのそのなんていうんですか、そのソースがないというかだってどこの曲のやつに行ってもそんなお金あんのおかしくないですかってみんなに言われるんだもん。確かに不思議かもしれない。本当ですよね。だってその今日メイクさんにメイクされながら、はいはい、メイクさん今日神戸のね、はいはいはい、こっちの方で、はい、ラジオ番組ですよね、うん、すごいブルーレイ作るんですねって言われて、うん、割とアニメ声優業界ではあるんですよ、うん、すごいリッチですねって言われて、うん、そうかこれはリッチなんだと思って。状態ですよ。そう、まあね、たまにではあるにせよ、はいはい、割と珍しいんだなって。小学校の時友達がそのお母さんの財布からなんかお金盗んだ時だけめっちゃおごってくれるみたいなのあったんですけどそういうのではないはずです。そういうのではないですよね、はい、あのメイクさんが、はい、今日本当にこんなにいい天気だから、うんうん、その撮影と撮影の間に、うん、その日傘をこうやって刺されてくれてましたね。でこのビジュアルで日傘されると、うん、マジでそのそうなちょっと体の弱い霊場が夏休みの間だけあの外に出てそう夏峠の別荘になんか女いるぞってなその地元の子供たちがこうそういう感じでしたよ。ちょっと服が高いから今日これ あれですよグレパであの喋った服ですよ、うん、おうあの買うか迷って言ってましたね。結局ネットで買ってまだ届いてませんって言ってた服です。ちょっと日傘貸してもらっていいですか。ちょっと日傘差してるとこ見てもらっていいですか。別にどうにもならないと思いますけどね。いやいやいや、そのああすいませんね、なんていうんですか、この感じそのこうねこうねもう暗いところにいる、この感じなんかもうお嬢様お体に触りますから、うん、どっちかっていうと今日体に触ってるのは鷲崎さんですか、まあ、そうなんだけどそうなんだけどお互い様だよ。そうですね、はい、あどれだけ OK だって。あいいですか、はいはい、じゃあお嬢様、はい、みんなの士気が上がる一言っていうのをこれ毎回恒例で、でももうこれ毎回これってことはこれでいいってことですもんね。これでいいってことですよ、はいはい、じゃあ、今日は神戸を楽しんでまいりたいと思います、はい、行くぞー。